はい、じゃあ今回は新しいゲスト富田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。インスタに日本一詳しいんでしたっけ？はい、一応世界一と言わずに日本一詳しいかなと思います。はい、日本一詳しいってことは竹花さんより詳しいんですか？そうですね、インスタグラムであれば詳しいと思います。でも竹花さんいっぱいお話しされてるじゃないですか。はい、結局彼なんか実績出してるのかで言うと、多分自分がやってるアカウントの実績とか出していないと思うんですけど、僕らは自社で本当に累計30アカウントぐらい運用していたり、フォロワーも累計で150万フォロワーグロスしていて、でそれも全部出していたりするので、まあ、そういうの考えると実績で言うと僕の方があるかなと思ってます。なるほど、僕は何も言ってないですからね。で、佐久さんでもあのインスタ系の案件ですごい大活躍されているんですけども、ちょっとこれからインスタのマーケティング、要は企業がインスタをマーケティングで使うっていうのがちょっとこれからどんどんこう増えていきそうな予感がしてるので、2月から完全度フリーで活躍されるということなんで、富田さんにインスタのことをいろいろ教えてもらおうというところなんですけども、結構話してていろいろ学べることがあったので、ちょっと重複する部分あるかもしれないんですけど、簡単にちょっとまずは自己紹介からお願いしていいですか？富田と申します。もともと広告代理店で働いた後に事業主側で大体5社ほど働いて、5年で実は7社ぐらい経験してまして、まあ、でもジョブホッパーみたいな形なんですけれども、まあ、そこでいろいろマーケティングを学ん でその中でまあ働きながらインスタグラムをかなり強くなったっていうところで、まあ、そこを基軸にいろいろマーケティングのご支援とかをさせていただいていながら、自社で D2C などをやっております。はい、まあいろいろ聞いたんですけど、まず結論 2B 向けはちょっと一旦現状だとまだ厳しいっていうところですね。そうですね、はい、なので B2B の商売をしている経営者の方はこの動画はもうこの時点で閉じていただいて構わないと。ただ E2C の方ですね、今までの僕のイメージってインスタでなんか物を売るとかリード獲得するって美容系の商材とかしか無理なのかなってずっと思ってたんですよ。だけど僕自身は結構個人で、最近だとゴルフのアカウントとか、はい、検索の虫眼鏡のところでひたすら見てるともう何時間もずっと見続けたりとかして、うんうんうん、で最近シミュレーションゴルフの機械の販売の広告が流れてきたりとかして、はい、500万ですとか言って買わないけど、あ、こうやってターゲティングされてんだって自分で思ったりとかして、うん、あ、もうゴルフとかこういう高単価の商材もインスタで売る時代来てんだなと思ったので、ちょっとそういう高単価の商材も売れるんだっていうところをちょっと富田さんにいろいろお話聞いていきたいなというふうに思います。まあ動画で全部こう話し切るのっていうのは大変だと思うので、仮にですね、僕が不動産の賃貸の仲介の会社を経営してるとして、お客さんを獲得したいです、インスタまだやったことありませんってなった時に、どんな感じで攻めていくといいのかっていうのを、まあシミュレーションでちょっと今回富田さんにお話ししてもらって、要は富田さんにコンサルお願いしたりとか運用代行お願いしたら、どんな感じでアカウント作っていって、どうやってこう集客につなげてくれるのかっていうのをシミュレーションしてもらって、このやり方って別に賃貸以外でもいけるよねと思った経営者の方は、富田さんに概要欄の LINE アットから富田希望みたいな感じで送ってもらえればすぐつなげますので、じゃあ早速ちょっと聞いていきたいんですけど、不動産の賃貸会社やってますと、はい、新宿でやってるんですけども、全然最近集客取れなくてどうすればいいですか？そうですね、不動産の中でも、まあ、新宿でやっているっていうふうにまずセグメントがされているので、うん、まあ、よくあるやり方でいくと、不動産の中でも新宿のおすすめなんか物件を紹介するみたいなことが多いと思うんですけど、もう少し間口を広げながらも、僕らがよくやるのは基本的にはその新宿っていうエリアの中で他のものを広げていくっていうやり方をよくやってまして、その中でもやっぱインスタグラムで伸びやすいのが食の領域だったりもするので、なんか新宿でおすすめのスイーツが食べれるホニャララ何選みたいな、はいはい、形でどちらかというと少しメディア寄りの見せ方をしながら、うん、より多くのユーザーを囲えていきながら、そこに対して訴求していくみたいなやり方で伸ばしていくことが多いかなと、うん、なので新宿でおすすめの賃貸とかやるんではなくて、ちょっとずらすんですね。そうですね、うん、でそのちょっとずらすっていうのが、ずらす方向がインスタでいわゆる伸びやすい領域っていうところなんですね、うん、はい、なるほど。それってなんか今それだけ聞くと自分でもできるかなと思っちゃって、新宿でおすすめのカフェとかをインターンとかに調べさせて投稿すれば勝手に集まるのかって思っちゃったんですけど、そうじゃないんですね。そうですね、はい、基本的に今インスタグラムの MAU もだいたい3300万人が2019年6月ぐらいに行ったって言われてるんですけど、うん、今だいたい4800から5000万 MAU ぐらいいるって言われてるので、うん、かなりまあ増えてきているんですね、うん、でその中でも各領域もかなりレッドオーシャンになってきているので、うん、じゃあやりましょうってなった時に、結局そのやり方してる人結構多いので、どちらかというとやっぱりインスタグラムの中で伸びる表紙っていうものを作らないといけない、うん、なった時に僕らは基本的にそういったじゃ新宿であったり他のカフェとかのアカウントをやっている中で伸びているようなものを全てリサーチをした上で、まあ、表紙を作り、うん、でそこからじゃどういったなんかスポットタグという位置の情報があるんですけど、うん、そういったタグをどのようにつけるかであったり、うん、まあ、ハッシュタグもしっかり関連性のあるものをつけていかないと今もう伸びづらくなっていったりするので、うん、そのあたりをしっかりチューニングするっていうのが必要になってくるかなと思います。これはどんな SNS でも同じだと思うんですけど、要は競合をしっかりとリサーチして質のいいコンテンツを上げていきますっていうところに
帰結するっていう形だと思うんですけども、まあ、SNS の考え方の一つとしては、まず最初にフォローしてない人へのインプレッションが確実にフォロワーを増やすためには必要で、でそこからフォローしてもらって、でやっとフォロワーが増えていくわけじゃないですか。でフォローしてない人たちへのインプレッションを増やすためにはどうすればいいんですか？そうですね、フォローしてくれていない人たちのインプレッションを増やす方法が割とフェーズによって分かれるんですけれども、基本的にインスタグラムのフォロワーの僕たちの自社で運営しているアカウントに1万人にアンケート取った結果、発見タブといわれる虫眼鏡のマークから大体 70% ぐらい来ていて、まあ、ハッシュタグ検索が大体 15%、 あとアカウントの検索が 10% ぐらいで、まあ、それ以外何か友人がシェアしているとかっていうところから、まあ、5から 10% 来るっていうような形なんですけれども、なので先ほどお話した発見タブといわれる虫眼鏡のマークを取りに行くことが、まあ、インスタグラムのアカウントを伸ばす上で大事なんですけれども、初期っていうのがこの発見タブにはエンゲージメントの総量とエンゲージメント率っていうのがすごく大事になります。でこのエンゲージメントっていうのが、まあ、いいねだったり保存だったりコメントだったりシェアっていうのになるんですけども、うん、これがある一定量ないとそこの発見タブに乗らないので、初期でやるべきことは、まあ、ハッシュタグをしっかりハックしていくっていうところと、あとはインスタグラムはツイッターのようにリツイートの機能がないので、こちらからのアクションっていうのも初期は結構大事なことになります、うんうん、でそれをやった上で、じゃあある一定のフォロワーになったタイミングで発見タブに乗るようになるので、じゃあ発見タブに乗った後ってどういった形で伸びるのかでいくと、発見タブに乗った後って結構 YouTube のサムネイルに近いんですけど、やっぱりその表紙をどれだけクリックされたのかっていうクリック率が長いと、その発見タブに乗る持続時間というのがどんどん伸びていくんですね。なのでその分どんどんフォロワー外の人にリーチが伸びていくっていうような仕組みになっているので、まず最初はハッシュタグであったり、こちらからのアクションっていうものをしながら、しっかりまずフェーズ1っていうものをクリアをして、である一定のエンゲージメント量を取れるようになったら、今度発見タブに乗った後なので、いかにクリックされるような表紙を作れるかっていう、まあコンテンツを作っていくっていうのが主軸になってくるかなと思います。最初はどうせ発見タブに乗らないから、さっきの不動産の賃貸の会社の経営者だとしたら、まずはじゃあさっきのカフェの投稿をして、はい、どうせ発見タブに乗らないからハッシュタグでなんか新宿賃貸とか、うん、いわゆるボリュームが大きいキーワードの SEO でいうビッグキーワードみたいなところから、うん、スモールキーワードみたいなところまでバランスよく配置していって、はい、でインプレッションをそこから稼いでいって、でそこからエンゲージメント率を上げるためにユーザーとかに絡んでったりとか、そのユーザーにいいねして力技でやっていくみたいな感じを最初はやるしかないんですね。そうですね。でその中でも僕らが別の指標として見ているのがストーリーズ閲覧率っていうところを見ていまして、分かりやすくフォロワーのうちストーリーズを何人の人が見たかっていう、これによって基本的に既存のフォロワーさんでどれぐらい反応してくれる人がいるのかっていうのを見ることができるので、うん、なのでそれが低い場合はこちらからアクションを取っていくっていうのを結構多く行っています。なるほど。ストーリーズを見られるっていうのはいいことなんですね。そうですね。でそれはどうやって見てもらうんですか？基本的にストーリーズ閲覧率を上げる方法としては、うん、まあ、インスタグラムが言う興味関心というインタレストっていうのと親密度というよりリレーションシップという2つのものをインスタグラムは重要視していて、その中で500ほどのシグナルっていうものを分けていて、分かりやすく滞在時間であったり、先ほどお話した反応とかがあるんですけれども、インスタグラムってなんか一方通行のコミュニケーションだとなかなか評価をされなくて、双方向のコミュニケーションがあって初めて評価をされるっていう仕組みなんですね。なのでストーリーズとかでよくあるのが、じゃあフィード投稿といわれるタイムラインの投稿をした後にそれをストーリーズでもシェアするっていうのを僕たちよくやるんですけど、ただシェアするだけだと結局それに対してまあタップで入ってくるとか一方通行になるんですけれども、僕らそれをシェアするときに、じゃあ例えば新宿のカフェだったら、なんかここのカフェに行ってみたいですか、はいいいえというアンケートとか一緒につけるんですよ、うん、でこれをしてはいいいえっていうのを向こうから行ってくると、お互いが双方向でアクションしたよねっていうので、うん、そこで初めてシグナルっていうものが溜まって、その人のストーリーズに出やすくなるっていう形になるので、うん、そういった双方向のアクションが生まれるようなストーリーズのアクションを増やすっていうのをよくやってます、うん、なるほど。なるほどって言いながら途中からついていけてないですけどね。とりあえず詳しいのは分かったみたいな。ではじゃあその要はエンゲージメント率を高く頑張って手動で泥臭くやりますみたいな、で虫眼鏡に表示されるようになるのってフォロワー何人ぐらいからなんですか？これもフォロワー何人っていうところはなくて、うん、発見タブに乗る時間がどれぐらいあるかっていうところになってくるので、うん、基本的にフォロワー1000人ぐらいでも、うん、先ほどお話したエンゲージメント率が非常に高ければ全然乗るっていうのもあって、うんうん、そうなんですね。発見乗るんですけど、だいたい発見のリーチが500から1000とかなんですね、うんうん、でもこれが1万フォロワーとかになると、なんか3万発見出ましたとか、うんうん、5万発見出ましたみたいなものがどんどん大きくなっていくの で、うん、で初期でも乗るは乗る、ただそんなに大きなバズにはならない。なるほど。じゃあ元々はゼロだけど、要はちょっとでも乗るようになるのがなんか1000人ぐらいみたいな感じなんで、じゃあ1000人までは逆に言うと泥臭くやるしかないんですよね、はい、そのぐらいになってくると発見タブにやっと乗れるようになってくるから、そしたらハッシュタグのハックとかももちろんやるけど、その虫眼鏡ハックが一番コスパがいいインスタ施策になってくるんですね。おっしゃる通りです。なるほど。
じゃあそれで賃貸のフォロワーがそんな感じで頑張って増やしましたと。ここまでの話でもだいぶちょっとノウハウがギュッときてるんで、細かいところとかこの後サロンでお話ししてもらおうかなと思ってるんですけども、じゃあそれでフォロワーがじゃあ1000人まで行って虫眼鏡もハックして、まあ1万人とか行きましたってなったら、次どうやって集客につなげていくんですか？インスタグラムがフォロワー1万人を超えると、初めてストーリーズにスワイプの、まあ、ウェブの URL をつけれるようになるので、うんうんうん、そこからの集客っていうのにつなげることができるかなと思います。1万人が大きな壁なわけですね。そうですね。いやー、これ1万人あったらリンク貼れるってめちゃくちゃいいっすよね。めちゃくちゃいいです。逆に言うと1万人行くまでは集客できないですよね。1万人行くまでも実は集客はできてですね、うん、はい、1万人行かなくてもちょっと不動産とかだとあれなんですけれども、うん、他のなんか EC とかであればショップタグと言われる、まあ、インスタグラムの商品ページに飛ばすようなタグをフォロワー1万人行かなくてもつけることができるので、うん、なんで不動産とかじゃなければ1万人行かなくてもショップタグで飛ばすことができて、で仮に不動産とかでもプロフィールに URL をつけることができるので、はいはい、僕らがよくやるのはなんか SEO サイトとかでもなんかいろいろ記事があって、でなんかあなたにおすすめなのこれみたいな、最後に多分 CTA とかがあって、そこからサイト遷移するみたいなのがあると思うんですけれども、うん、僕らもフィードの投稿するときに最後のページに今いろいろ紹介したけどなんか不動産の賃貸を紹介してるメディアですよ、うんうんうん、もし興味ある方はプロフィールからタップしてみてねみたいなものを入れると、そもそもプロフィールのサイトの URL のタップ率が上がるので、うん、それだけでも全然集客にはつながるかなと思います。なるほどなるほど。まあその EC サイトで不動産ポチって買う人はいないわけですから、はい、それはできないけど、まあ、そういう形でプロフィールの URL に飛ばすことだったら別にできなくはないということですね。フォロワーがじゃあ1万人超えてリンクを貼れるようになったって時に、まあ、ただリンク貼るだけじゃなくて、そこでもいろいろそこから送客するためのテクニックだったりっていうのも存在するわけですよね。存在します。なんか例えばどんな感じでやるんですか？そうですね、基本的には CTR と CVR の掛け算だと僕らは思っているので、うん、まずストーリーズで投稿するときは、うん、ただ不動産賃貸やってますとかを投稿するわけだけではなくて、うん、まず最初にアンケートとかを入れます、うん、あなたはこんなお家あったら住みたいですか、うん、はい、いいえみたいな、でそういった案件がたくさん紹介している不動産屋が僕たちやってます、うん、興味ある方はこれタップしてねみたいなことをすると、うん、まあそこだけでも CTR がだいたい3から5倍ぐらいになるので、うんうん、分かりやすくウェブサイトの遷移数が3から5倍増やすことができます。であとは結局飛ばし先が直接 LP なのか記事に飛ばすのかみたいなところで、まあ、やっぱり記事に飛ばした方がそこからの理解度が深まって最終的に CVR は上がるので、なんか記事に飛ばすなのか直接 LP に飛ばすなのかみたいなのは結構 AB テストすることが多いです。まあ、詳しいことはいろいろ分かったんですけど、まあ、他のインスタコンサルとか運用代行会社と決定的に違うのが1個ありますよね。それちょっと聞いていいですか？はい、僕ら運用代行みたいなところをやらせていただいてるんですけど、うん、まあ、他の会社さんは分かりやすくもう請け負いますよっていう、ただ運用するだけなんですけど、僕ら自社で累計30アカウントっていうところと累計110万フォロワーを抱えているので、運用代行させていただいたアカウントはそこからのシェアっていうものを行います。なので最初の初期のアカウントのブーストっていうのが伸びやすくなって、早く発見タブのハックに行けるっていうところは、うん、まあ、大きなメリットのところになるかなと思います。これでかいですよね。僕が、まあ、仮に富田さんにお金を払って、はい、株元の個人アカウントのシェアお願いって言ったら、まあ、僕のアカウントシェアされたところでフォロワー増えないような気がしますけど、一気に最初のブーストがかかるわけですもんね、はい、これはやっぱ他のインスタ会社とは違うところだなと思いますので、まあ、そんなところも価値を感じていただければなと。はい、ということでちょっとまだ持ってるノウハウの1000分の1ぐらいしか話せてないとは思うんですけれども、ね、この動画でこんな喋っても、まあ、インスタ詳しい人が出てきたなぐらいにしか多分思ってもらえないと思うので一旦ここで切ろうと思うんですけども、細かいところだったりとか具体的にじゃあ運用するノウハウだったりとかっていうのはもう洗いざらい全部サロンの方で話してもらうとして、実際その企業さんから最近インスタの運用代行の話とかっていうのは結構相談受けられてるんですよね、はい、で結構そこからインスタから、まあ、物が売れたりとか問い合わせにつながったりっていう事例はたくさんあるんですよね。はい、なるほど。じゃあそこら辺をサロンで話してもらいましょうか。で、ひそくさチャンネルの次回の動画はちょっと僕が個人でインスタのアカウントを一応やってるんですけど、はい、ご存知の通り鳴かず飛ばずで終わってると、はいはい、最後の投稿が昨年という、はいはい、まあ、状況なんですけど、これをどうすれば増やせるのか、そして増やした先にはどんな世界が待ってるのかっていうのをちょっと次回の動画で教えてください。はい、はい、ということで、インスタの運用をちょっとご興味ある人は概要欄の LINE アットからお待ちしております。